三幕光の宝物殿、全国からえりすぐりの重厚芸術花火10作品をご覧いただきたいと思います。敦賀の海で今宵皆様は新しいきらめきと出会うことでしょう。そして歴史ある花火競技大会創造花火の部で当初を受賞した五号創作花火クラゲの親子も登場します。一発の花火の中から親クラゲが現れ、ちっちゃな子供クラゲが飛び出す花火ですよ。よく見ていてくださいね。花火職人の技と個性が光るここ敦賀のために特別に作られた珠玉の名品の数々をどうぞご覧ください。八重神木先青コード深夜二重になっており、金色の光が引いた後青色に変化し、最後は霧のように光ります。よかったら、はい、よかったらどうぞ。もうみんな帰ったし、どうぞ。ここ空いてるし、八方咲き神錦冠柳天光、八方にまとまった光が芯になり、金色の光が柳のように広がり、最後にチカチカと点滅する花火です。銀カムロ菊崎銀八、銀色の光が下までしだれて花開き、光の先が蜂のように飛び回る不思議な花火です。女性千輪台、一発の中にたくさんの土星が詰まっています。この小さな土星が宇宙に浮かび上がります。
ドグラスのようにいろいろな色が散りばめられた花火です。花気境新錦神室菊群星、気境の花をイメージした真に金色の光が降り注ぎ、最後にザーッと音が出る花火です。以上、芸術花火でした。